2万もの大軍が集結したのだから、直接大衆だけに進撃すればいいよいじゃないですか。仗着咱们2万人打了1000国库，打了半年都没打。你的新兵只有3000人，怎么去应战？中间兵团倭寇已经是个定局了。京兄再三催促，1月破敌之日只有20天了。最近呢，関傾向という文武両道の将が时势之意必有忠心，堂堂玄策岂如蔡邕。大人，我请许从主信去。这一仗你只能赢。